どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ホワイト大佐です。今回もね、ラフト生活の方始めていきたいと思います。上位のね、道具を作るために、勉強机みたいなやつがいるんですよ。勉強机みたいなやつがね、ちょっとね、それをね、今から作っていきたいなと思います。してなわけでね、目当てのものを作りましょう。これですね、リサーチテーブル。俺は机って呼んでるんですけど、で、これにこのアイテム入れるんですよね。こうやってで、調査をするとこうどんどんこれが排除されていって、いろいろこうやって習得できるようになるんですよ。矢が増えてる。こんな感じでね、いっぱい新しいねものが作れるようになるので、これでね、いろいろ幅が広がりますね、作成の。確かただ海底資源があったような気がするんですよね、やっぱり。ネジがあれば鉄のフックが作れるんだけど、お、あ、ね、鉄のフック、これが強いんですよ、この鉄のフックが。潜るときはね、やっぱり前も言った通り、このね、サメの餌っていうのが使えるんですよ。その前にちょっと腹ごしらえしてからね、いきますか。今じゃ突撃。よし、あらかたね取り終わったんで行きますか。で、この回収ネットってやつがすごい良くて、これ自動で拾ってくれるんですよね。やばいやばいやばい、拾ってくれるんですね。そして自動でね、アイテムを拾ってくれるんで、これがあるとすごい楽なんですよね。アイテム回収する時間っていうのが短くなるんで。ヨーコールってやつも作りたいんですよね、できれば。なんで、あと何個足りないんだ ?3 つだから。金属のインゴットっすね。やったの。お、弓矢も増えてる。なんか すごいな。見たことないな、全然。
で、これで溶鉱炉、なんとね、イカダの上で溶鉱炉が作れちゃうんですよ、このゲーム。すごい。ここにし、どこにしようかな。ここは入りたいから、ここにしますか、溶鉱炉。まあ、やっぱ溶鉱炉はその名前の通りなんで、ここにね、金属の、入って入れるとね、ちょっと厚い板がないんで、ちょっと板を取りたい。こんな感じで。お、また軽快な音楽が。よし、今回はね、溶鉱炉作ったっていうことで、ちょっとね、まあ毎度毎度ちょっと短いんですけど、今回はね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次はね、まあこの溶鉱炉を使って、まあ、鉄のインゴットをですね、生成して、まあ本当に上位のね、装備じゃないな、なんだろう、設備かな。上位の設備を作っていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら。